足上げる高さとか足を下ろしていくタイミングっていうのは村中投手自身も書いたりしてましたか？そうですね、まあ意識できるときはやっぱり意識して早く投げたりとかゆったり投げたりとかっていうのは結構意識しては投げてました。まあ分かりやすいのが足を上げてゆっくり上げて打つバッターっていうのは基本的にはわざとフォームを速くしたりとか して投げてますっていうのは特にちょっと早くクイックで投げる感じで投げてそのタイミングを取らせないようにとかいう工夫はしたりとかしてました。あとプレートの位置っていうのは村中投手はプレートどっちの方に立てました？一塁側三塁側まあ最初の方は一塁側で投げてて、うん、最後の方はサード側とかで投げてたんですけどどうしても最初の方はまっすぐがしっかりとこうクロスで右のインコースに投げれてたんですけど最後の方はちょっと腰が回らなかったので最後までボールがどうしてもシュート回転するんでそれをサードからちょっと投げてその軌道で投げていくっていう形では投げてました。今は腰がかなりもう治ってしっかり回るようになってきたんで、うん、ちょっと一塁側から投げて角度つけて投げようかなとは今練習はしてます。どうでしょう他のピッチャーもやっぱりそうですか？そうですね、やっぱ球種持ち球によって変える人は結構いますね。やっぱそのプレートの幅をうまく使いたいという部分で、うん、まあ分かりやすい例で言うとやっぱ左のサイドスローとかっていうのはちょっとインスタにして、はい、横から投げたら左バッター怖いのでやっぱ一塁が使いやすいっていうのもありますし、あとはシュートピッチャーだったら、うん、わざと右ピッチャーでファーストが当たってシュートさせたり食い込ませたりとか、これピッチャーがあれマウンドこっちの方ちょっと立ってるなとかバッターからすると分かるもんなんですかね？気にしてる人はもしかしたら分かるかもしれないですけど、でもさすがに一球一球変えるのってなかなか難しいのでリングで変えたりはしますけど、自分の場合はボールの自分の調子が悪かったりとかしてその腕が出てこなかったらちょっと変えようかなっていう時に変えたりしてましたね。